はい、こんにちは、あれです。ドラゴンクエスト5やっていきましょう。今、40かけたよ。うん。前回はね、まあ、冒険始まった。冒険は始まってないけど、お話が始まりましたね。早くもフローラとかね、ビアンカとかに会って、今回は村の洞窟に行く的な話だったと思います。ねえ、ご主人、薬のご主人がうんぬんかんぬんみたいな話だった気がしますが、やっていきましょうか。どこに行けばいいんだ？ここかな？そうそう、親方。村の洞窟。村の洞窟、どこなの？まあ、とりあえず、レベルはまだ2だけど、ブリングしなくて大丈夫だよね。ちょっと、まあ、一応見に行こうかな。パッパはわからねえし。じゃあ、村の洞窟行こうか。さすがに村の中に洞窟はないか。一回出てみようかな。おー、いるいるいる。いや、ついてきてくれてもいいんやね。うわぁ、迷子になりそう。宝物なんじゃん。薬草を取りに来たおっさんでしょ？あ、モンスター普通にいるね。うわ、なんか強そう。大丈夫かな、これ。やばかったらすぐ帰ればいいかな。なんかさ、右のやつさ、あれじゃん、ひっつき虫っていうか、名前忘れちまったけどさ、あれだよ、ぶん投げて服にペチョってくっつけて遊ぶやつな。あれと同じ形してやがる。痛いな、これ終わったりか帰ろう。なんか思ったより深くて困るんだけど。もう帰り道わかんないよ、俺。おー、いた。大丈夫。え？寝てるだけか。おー、歩いていたら突然上から大きな落ちてきて。はいはい。ちょっと押してくれ。おー、いいぞ。おい、押そうぜ。頑張れ。おー、サクッといった。これでダンカンの神さんに薬を渡せるってもんだ。じゃあ帰ろうか。一緒に連れてってよ。なんかないかな。なんかめっちゃいいもん入ってるやん。強い。でも拾った布切れちょっと着たくないよな。帰るか。うわぁ、帰ってきた。やっぱ、リレー見てないとちょっと、なぁ、不便やな。まだ3レベルだから仕方ないけどさ。で、これで、だね、多分、ビアンカの宿屋に行けば、ビアンカがいる宿屋に行けばね、話が進むんじゃないか。それにしてもパパはどこ行ったんだ？あれ？いや、進まねえな。そうそう、助けた。明日の朝には薬がもらえるわ。ああ、その話は変わらずか。オッケー。話は進んだっぽいし、そうだな、一応、北側の、ねえ、まあ、洞窟じゃないけどさ、変な洞穴に入って、話を聞いておこうかな、一応ね。そう。世話になったな。いいものあげよう。引き出しを開けてごらん。なんだこれ。手織りのケープ。やったー。ちょっと芳香剤の匂いがするね。あれ。なんもねえ。じゃあまあ。寝るか。話進んでるね。てか、相変わらず、あれ、朝起きんの遅いね。低血圧？まあ、仕方ないね、そんな。おー、おはようございます。おー、今日帰ってしまうらしい。何かと危ない。おー、行こうか。送っていくらしいぜ。まあ、せっかくだしね。うわー、4人パーティーだ。なんか、自動で済むの楽だな。お出かけでござる。なんか買ってきてほしいものある。コーラとか、サイダーとか、野菜ジュースでもいいけど。目の前やん。エンカウントすらしない。これはパパス殿。さあ、お取りください。
なんか、門番多い、いや、物騒な世界なのかな。こんな感じがするな。私もダンカンを見舞うことにしよう。私の父さん病気なのよ。大変だね。退屈なら散歩してきいぞ。嫌な方はそんなこと。俺、ちょっとダンカンさんに話聞きたいな。病気移るといけないから、優しい。仲良し4人組。素敵な仲良し4人組。賢い、ボン、ボロンゴ、優しい、プックル、かわいい、チロル、勇敢な、ゲレゲレ。ネーミングよ。なんとなくわかる気がした。ビアンカ遊ばないらしい。俺一人遊んでこい。おー、来るんか。足早いな。俺も走りてえな、それぐらい。私は世界の珍しい食器を集めて旅をしています。かつて、レヌール王は王家に伝わる銀のティーセットでお茶を楽しんだ。銀ね。銀って手入れがしやすいっていうのはただ、あれか。毒を、毒を検知すれば毒に反応するみたいな。ね。あ、何いじめてんね、浦島太郎か？浦島太郎してる。変わった猫じゃねえよ。やめなさいよ、かわいそうでしょ。その子を渡しなさい。あげてもいいけどさ、レヌール城のお化け退治してきたら、ああ、ちょっとその猫よこすよ。ガルル言っとるやんけ、全然猫じゃないやんけ。ああ、帰るのか。ええー、旅したかった。あ、今日だけでも泊まってきてくださいな。お言葉に甘えることにするか。いやだ、いやだ、俺は冒険がしたい。うおー、ダメだ、腹がいない。え、もう寝るの？ちょっと夜の語らいでもしようぜ。来て、起きて。うわぁ、よぉ、どうした？え？あぁ、オッケー、いいよ。お前、結構勇敢やな。いいぞ。子供はやっぱアクティブじゃなきゃね。ちょっと武器買ってよかったな。おお、神さんベッドの上立ってなかった。今は、ないのか。こんにちは。うわぁ、生ダブ生ダブ。おぉ、帰る帰る。ちょっとレベリングしてくるわ。レベリングして、金稼いで、武器と防具買ったらお化け退治行くわ。よしよし、レベリング終わったし出発するか。6レベルまでなったね。ブーメランも買ったし、まあ大丈夫でしょう。ああ、城着いた着いた。なんか不気味なんだけど。猫さんのために頑張らなきゃ。身がある。HP 回復とかはないね。ドア、錆びついて開かない。お化けどこにいんだよ。塩持ってきてないんだけど。うわぁ、墓だらけ。なんだこれ。どういう場所なのこれ。え？ああ。
全部開けとくか。開けなきゃ何も起こらない。キヤー、俺もキョイって感じだよ。いやさっき開いたのに閉まんないね。閉まってんのおかしいやん。ビアンカ消えたんだけど。おー、ビアンカに何かあったら俺、やだ。負けるか。いた。なかなか手強いじゃねえか。ピロー。ビアンカの赤。何しゃね。開けろ。おい、今の負け目だったの。なんか、熱くな。よー、元気してた？何してたのよ。すいません。もういいか。いや、俺ひどい目にあったんだけど、HP 満点になってる。マジか。あ、銀のトレイ。では、古物商の人は違うな。カラー集め収集家みたいなのがおった気がするな。香りのケープ、なんかちょっとこれ、カビ臭い。この前もらったの芳香剤の匂いしたけど、ちょっとこれカビ臭いわ。うい。私は、この、レヌル城の王妃ソフィア。はい。魔物に襲われ殺された。怖いね。いや、なんででしょうね。邪悪な者の、邪悪な手の者が世界中から身分のある子供をさらってるとか、子供がいませんでした。へぇ、払い捨て。なるほどね。滅びた城のゴーストを追い出せ。いいよ。ん？おお、王様。おお、ここまで来る勇気あった者は、あなたたちが初めてじゃ。何年か前からこの城にゴーストたちが住み着いてしまい、私とソフィアは眠りにつくこともできぬ。かつてはこの城に咲く花々を眺め、午後の茶を楽しむ午後ティーです。わかります。いいよ。4階の玉座の間におり、周りを幽霊たちは守ってる。真っ黒なフロア。オッケー。任せて。でも、ゴーストとかに、ブーメラン聞くのかな？連動してくれんの？ああ、まだ話すことあるの？ごめん。真っ暗何も見えない。大広間を抜けて地下まで降りれば、台所の壺の中に松明。錆びついたドアも開くようにしてたらよろしく。OK っす。できますか。あれ宿屋あんじゃん。一晩泊まってく。泊まるわ。あれ外からだ。目が覚めたかい？じいさん何者？おお、じいさん消えた。おわ。まあいい人そうだから。宝物なんだ。はい、松か。オッケー。王様取ってきたよん。いいよ。よし、あれ。おい。
道具、松明。は、面白い光。よいしょ。リッス、悪いけど帰ってくれますか。おー、ここまで来るとは大したガキどもだ。褒美に美味しい料理、やったー。痛い。転落するだけで痛い。まさか子供料理するなんて私にはできない。お前、地獄の釜で首跳ねられてんのか。さあ、キレキレ味付けするんだよ。いい匂いがしてきたな。よし、あげろ。やってんだ。おわぁ。ちょっとベタベタすんな、この塩。汚ねえな。この塩しけってない、お前ら。まずそう。このチキンうまそう。ん?6人いたはずなんだけど、だいぶいないわね。おぉ、ルカナ覚えた。あいつら消えたわ。お前どこ行くんよ。待ってこら。てめえ、お前料理にしてやるよ、あの野郎。なんと、骸骨どもはお前たちを食べ損ねてたな。お化けキャンドルだったよ。食べさまくってやろう。もう、ゴーストつかなんか変色したゾンビやん。まあ、とりあえずマヌーサ撃ってみるか。マヌーサ入っちゃうか。かわいそうに。じゃ次いるかな、な。うわ、お前呪文使ってきた。古速な野郎だ。何も起こらなかったな、あいつ。まあ、無事に倒したし帰るか。助けてくれ。まあ、許すわけねえだろ。俺たちは魔界のはみ出し物で、ただ楽しく暮らせるところが欲しかっただけなんだよ。うるせえ。嫌だよ。嫌だっつってんだろ。うわぁ、お前しつこいやつだな。この野郎。はいしか言えねえんじゃねえか。あんた立派な大人になるぜ。うわぁ、天に召される。違う。よくぞやってくれた。心から礼を言うぞ。本当にありがとう。あなたたちのおかげでゆっくり眠れそうです。あったかくして寝ろよ。さよなら。ゴーストたちも許せないけど、罪のないお城の人たちを襲った魔物はもっと許せないね。そうだね。お礼をもらっていきましょう。いいよ。なんだった?金色に光るオーブ。ゴールドオーブ。マジか。ありがてえ。お月見団子かと思って。じゃあ帰ろっか。さあ、約束だわよ。約束だわよ。おかしいだろ、なんか。猫をもらっていいわね。おい、どうする?仕方ねえか。お前らも頑張ったからな。この猫をあげるよ。なんだ、上から目線で。わーい、猫もらった。よかったわね、猫さん。さあ、行きましょう。お前ら結構勇気あるよな。やろうせやろう。よく言われる。初めて言われた。猫に話しかけるか。ん?猫に名前つけんの?ボロンゴ?いいよ、はい。ほい。俺は猫サバ派なんだけど、別にボロンゴがいいならボロンゴでええで。え、猫アレルギーなの?そりゃ困ったな。え、あ、拙者の猫か。サバにすればよかった。お、風邪治ったね。よかったね。夜中に出歩くなんて危ない真似はこれっきりだよ。そんな、怒られちゃうからな。あんま怒ってないね。よかったね。パパ掃除様は風邪が治ったみたいでよかったね。そう、治った。あれか。もうちょっとしてくるわ。
お手柄でしたね、坊やたち。謎めいた人ですね。まあ、特に欲しいものもないし。ファッファッファッ。セーブして。帰って、大島にすっか。な、今日だいぶやった。無事、レヌール城のお化け退治して、ね、ボロンゴを救出しましたね。よし、帰る。さらばだ。よし、帰る。世話になったな。またねー。これをあげる。リボン。ボロンゴちゃんにつけてあげるね。また一緒に冒険しようね。まあ、すぐそこだから遊びに来れるっしょ。ところで、お化け退治のこと、この父も感心したぞ。ああ、はい、あまり無理しちゃダメだよ。そうだね。親としては正しい反応だね。旦那様、お帰りなさいませ。ただいま。ご加減かが、そうそう、治った治った。なになに、果たし状。おーい。んじゃ、キリがいいから、ここでおしまいにしましょう。なんかパッパに手紙来た感じだね。ふにゃゴロロゴロロ、お前結構懐いてんな。じゃあ、まあいい、気になるけどね。とりあえず、今回ここまでおしまい。お疲れ様でした。レヌル城に行って、お化け退治してね。猫ちゃん助けましたね。さっき言ったわ。というわけで次回はこの続き、パパに話しかけるとこから始めていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。